平岡秀夫は、栃木県宇都宮市出身の D1 ドライバー。1992年、筑波サーキットにて開催された、カルボイドリコン GP 第3戦、チームラピットとして、平岡、余熱ペアにて出場。グループ交際クラスにて優勝を果たす。1996年にも同じく、筑波サーキットにて開催された、カルボイドリコン GP チームラピットとして、平岡、 余熱ペアにて出場。グループ交際クラスにて優勝を果たす。かつて、サンプロス主催の、イカス走り屋チーム天国にて、熊、久保信重や小口義則と共に、K、スタイルウィズ・ラピットを結成し参戦。団体戦優勝を果たしている。福島県二本松市の熊、久保信重が経営していた、カーショップ系スタイルの店長として、数年間従事。 その頃から始まった D1 グランプリに初戦より参戦。2001年 D1GPRT4 恵比寿南戦にて上野高広と壮絶な追走を決勝戦で行い準優勝を果たす。2002年ドリフトの大会でのメーカーのスポンサーがつくというのが珍しいこの時期にブリッツの野村県に続きメーカーのドライバーとなるチームトラストチェイサーにて D1 参戦。しかし、戦績は伴わず、2003年にシルビアに変更するも、入賞すら、ままならなかった。2004年チームドルー P に移籍し、トレノにて、D1 参戦。2005年チームドルー PZ33 にて、D1 参戦。他チームのフェアレディ Z が、ターボエンジンで参戦する中、な、エンジンで奮闘した。 2006年チームワイズスクエアイス15シルビアンにて D1 参戦。D1 史上初の鈴鹿サーキット開催の時、初優勝を果たす。2008年は、かつての名優、熊久保が率いるチームオレンジに移籍熊、久保のチャンピオンマシン、GDB インプレッサでシーズンを戦った。D1 グランプリを脱退した土屋圭一と稲田大二郎が立ち上げた。 ザドリフトマッスルに立ち上げ初戦より参戦。好成績を残している。ありがとうございます。